皆さんこんにちは、モレノです。本日はティームライヤーハーランドについてレビューしていきます。作成コスト、すみません、市場価格600万コインになります。非常に高い値段で来ました。でなおかつ逆はしごで来ております。これびっくりですね。ここまで正直強くするとは思わなかったので。で去年のハーランドは4-4だったんですよ。なのでもう明らか今年のハーランド強くしたなと感じております。でストライカーセンターフォワードになります。もうスタッツ的にもシュートは文句なし、リアクション、冷静さ、フィジカル、ヘディング精度、十何項目99が元からある状態ですね。でまあエンジンをつけることによって加速も96いきますし、かつまあドリブルも98にいきます。とてつもない能力ですね。でプレイスタイルに関しましては、パワーシュートプラスとエアリアルプラスを持っております。まあここら辺は何でしょう、予想通りというか特に驚きのないプレイスタイルになっているのかなと思ってます。で個人的には苦手です、こういう選手使うのは。なのでどれぐらいぶっ飛んでるのかなっていうのと、まあどういう風に使えば強いかなっていうところが今回の見どころになるのかなと思ってます。でどこで使っていくか、4231ストライカー、5212ストライカーで、もしかしたら裏抜けしつつ、まあ、ここをつけたりつけなかったりする予定です。どっちが合ってるのか見ていきます。まああとはもう本当にケミストリーですね。まあハンセンがノルウェー人になるので、まあちょっと若干ケミ構築しづらいかもなと思いつつも、まあアイコンいればなんとかなるのかなっていう感じですかね。という感じで始めていきます。ではハーランド見ていきます。この選手がハーランドです。ドリブルに関してはやっぱり重さは残りますね。例えばレバンドスキーとかが同じ能力で今作 FIFA っていうのイヤー来てたらもう少しドリブルできると思うんですね。ただやっぱりそのハーランドの本当にボディタイプ的にドリブルは、しちゃいけないですね。まあ最低限はできるんですけど、本当にどっちかっていうとボールキープをして持つっていう感じの選手になりますね。ここら辺の動き方はいい動き方ですね。でハンセンがここにいて、まあ、ハーランドがいて、まあ、リベリと共に攻撃を作っていて、ここのまあ中への走り出しっていうのは非常にいい動きをしてますよね。ここ決めたかったね、決めたかった。でまあ、今回裏抜けとバランス両方、バランス、まあ、何もつけない両方していたんですが、正直裏抜けした方が僕はこの選手的には生きるのかなと思いました。まあどういう風にハーランド使いたいかによるかなと思っていて、それこそポストプレーでもうハーランドにとりあえずボールを当てて2列目になんとかしてもらうみたいなイメージであればそのままでいいと思うんですけど、そうなった時に裏への抜け出しが僕はね若干物足りないなって思ったんで、裏抜けが欲しいっていうのであれば、今自分で喋ってて笑っちゃいそうになりました。僕のパワーシュートの下手さは相変わらずです。裏抜けが欲しいっていうのであれば裏抜け指示つけてもいいかなと思います。まあそれこそまあ日本代表の試合今週見ていて、こういうポストプレーですっていうタイプの選手がいればね、日本もハーランドがいればアジアカップなんか余裕で勝つんでしょうね。ただまあよりハーランドらしいのはどっちかっていうと裏抜けでさせる方がハーランドらしい動きは見せたのかなと思いました。でまあ現実のハーランドはねヘディングうまいというイメージは僕は全然ないんですけど、なのでどっちかっていうとこの選手の場合足で決めている回数の方が多かったです。でまあ全体的に話していてやっぱり強いは強いですよ。今のシーンとかも体の強さを持ってますしスピード感もあります。ただ異次元さっていうのは感じなかったんですよね。ぶっちゃけもっと強いと思っていた。強いんですけどもっと強くでも良かったのかなと思いましたね。
なんだろうな、なんていうのか難しいんですけど、ワイ・ハーランドであればそれこそ近代区ぐらいであればすっ飛ばしてほしいんですよ、吹っ飛ばしてほしいんですよ。それはできないですね。まあ今作の多分仕様なんでしょうけど、エンバペとか使っててもそうなんですけど、やっぱ吹っ飛びはしないですね。フォワードがディフェンダー吹っ飛ばすことはできないので、まあそこはね今多分普通に打ってたら入ってたの、そこがね残念、まあ残念ではないけど、まあ500万出すならそうであってほしかったかなと思いましたかね。ここら辺はさすがですね、まあ、今のは逆サイド打ってたら入ってましたでしょうね。でここもまあファンダイクから中央にハーランドがいて、この動き方ですよね、ボールのもらい方からのシュートの決め方、すごく綺麗ですね。なのでまあやっぱりドリブルできる選手の方が今作は強いと思いますね。間違いなくスミスの方が衝撃はあったんで、ここら辺が、ね、入ってくるとなお面白いんでしょうけど、やっぱパワーシュートはマテウスとかロベカルみたいな2列目より後ろの選手がちょっと厳しいなって思う時に打つ分には全然いいんですけど、ストライカーであればね、ここまでの決定力がある選手ならなおさらわざわざ打たなくてもいいかなっていう風に思っちゃいました。でかつ、まあ、エアリアルも僕使わないので今のシーンとかすごく良かったですけど、まあ今普通であればパス出しましたね。なのでまあ俊足であったり、まあ、迅速みたいなプレイスタイルがあった方がよりぶっ飛んでたのかなっていうのが、まあ、感想ですという感じで置いていきます。では最後ハーランドまとめていきます。現在価格が520万コインになります。強いんですけど、まあ僕に合わないっていうのもあってやっぱり、うん、合わないなって相変わらず思っちゃいましたね。正直ティームオブザイヤー、まあ、この後24人選ばれますが、女子のキーパーに次いで正直当たらないでほしいなと思うカードですね。あの、この選手当てるなら他の選手欲しいなっていうのが使ってみての感想です。もちろん強いは強いですけどね。あの、500万、うん、高いなとか思いますけど、強いなと思いますね。で、まあ、それこそもう少しプレイスタイルあっても良かったのかなと思いました。逆足後にしたのは最低限そこは絶対必要だったんで良かったと思います。で、まあ、今回エンジン使っていきましたが、フィニッシャーつけてコントロールで控えめにするっていうのもありなのかな。ただそれならハンターとかカタリストつけて加速上げた方がいいような気もするんですけどね。なんかもっといい使い方あっただろうなって思うんで、まあちょっと多分もし手に入れたならハンターを試してみてもいいかもしれないですね。あの、逆にエンジンでドリブルを良くしたからこそなんかハーランドらしさがなくなったっていうのはおかしいですけど、それならそのままドンって走らせた方が強いので、カタリストつけてみても良かったのかなっていう感じですかね。ただまあ、この94のカードと比べて本当に違いとしてはドリブルが少し良くなったのと、まああとは逆足が3から5に上がってるんで、そこの違いですかね。私的には難しいカードでしたという感じで終えていきます。ここまで6人中これが4人目かな。あとはサムカートメッシですね。あとハンセンか、3人目かだから。なのでハンセンはちょっと後ほどやって、サムカーもどっかでやります。メッシは手に入れられたらロナウドともにやりたいです。リベリね、そういえば軽く使ったんですけど、このカードめちゃくちゃ微妙だった。びっくりするぐらい微妙でしたね。まあハンターつけていったんですけど、もしかしたらエンジンの方が良かったのかなっていう感じですが、微妙だった。このカードすごい微妙だった。だからレビューしなかったです。まあちょっと時間あったらあのレビューするかもしれないんですけど、結構微妙でしたという感じで終えていきます。まあ伊藤博樹楽しみですね。最強伊藤博樹が出てきますので、まああと誉れが明日来るでしょう。誉れモーガン待ってます。早く来てください。
今日も見ていただきありがとうございます。ではまた。